では参ります沢田雅人のストロベリーアワー こんばんばはは沢田雅人です、はい始まりまりした今月も「沢田雅人のストロベリーアワー」ということで、えー、1時間元気に進めていきたいと思いますけどもねもう本当にめっきり急に寒くなってきまして、えー、まあ年末に近づいてきて慌ただしい時期にもね差し掛かってきたところではございますけども、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、さてですねあの今日はですね、まあ、ちょっと特別版じゃないですけどもいきなりですねゲストさんに実は スタジオにすでにお入りいただいておりますまずはご紹介させていただきたいと思います松田おさむさんですよろしくお願いいたします <laughs> はいあのいつも大変僕もいろいろこういう人もにお世話になってるはい、松田おさむさんに今日は来ていただいて、はい、今来た瞬間に思ったのが、ねはい、めちゃめちゃ私服がかぶりましたね,したね今,自分も今あの画面を見て思ったんですけど <laughs> 何もか何も打ち合わせしてないのに <laughs> なんか似てますねなんかペアルックみたいな、はい 本当ですね若干ちょっと僕赤面ででも嬉しいですとおさむさんとペアルック着させていただいて急です今日はそうめんでいきたいと思いますけどもいつも本当におさむさんがホスト側で松田おさむさんの「火曜大行進」という番組に僕も毎月のように出させていただいてらね本当にありがとうございますでもなんか今日は僕が逆にホスト側みたいな感じでんか座ってる席が違うだけで。 違う,ので違うだけです,すごい <laughs> 雰囲気が違いますね不思,不思議な感じですねるんですけど今日はこの、はい、座り位置で,座位置でどんな感じになるのかっていうのでちょっといろいろ試しながら、はい、よろしくお願いいたします、はい、しお願いいたします,します最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたしますはい,いす、えー、ではまず一曲目でございます沢田雅人今頑張ってるこの曲を聞いていただきたいと思います沢田雅人で傷つくダイヤモンドをどうぞ 沢田雅人傷つくダイヤモンドお聴きいただきましたありがとうございますえー、ではですね今日も嬉しいことに皆さんからたくさんお便りいただきました本当にねいつもありがとうございますえー、もうほんといつも読むたびにね僕もこうなんか めちゃめちゃハッピーになってますねはい、えー、全部ちょっと読み切れないんですけどもいくつかご紹介させていただきます、えー、まずは福井のゆきりんさんからですありがとうございますまさとさんこんばんは11月も半ばを過ぎましたが、えー、今月は私にとって初めてのことがありました マサトさんのお誕生日にお祝いをそばでいちごさんたちとしたことですいつもなかなか参加できずブログ見てやきもきでしたが念願かないやっと参加できました、えー、とっても素敵なバースデーでしたということでいただきましたいや嬉しいですね僕もあの本当皆さんと一緒にこうバースデーを過ごせるってことがもう幸せという言葉以外出てこないぐらいの、うん えー、私服のひとときでございました、えー、またあの来年とか再来年もずっとバースデーのイベントやると思いますのでねまたご参加くださいお待ちしております、えー、続いてキラキラチャロさんからです、えー、キラキラチャロさんからもですね、あのー、バースデーのパーティーがありましたということで、あのー、参加していただいてメッセージいただきました、えー、白い衣装の雅人君はまるでえまるで 王子様みたたいいでししマママジえマジマジあ嬉しいどうしようこんなこと言っていただけるなんて自分で言うの恥ずかしいですけどね、えー、ディナーもマサト君プロデュースしてくださってとても美味しかったです私は特に金時芋のスープが不思議な味で初めていただきましたがとっても大好きになりました、えー、トークタイムも1分20秒でしたが何を話したのかドキドキで覚えてませんということでいただきましたはいあのー、そうなんですよ今回、あのーまあ、僕のふるさとの えー、滋賀県米原のエクシブ琵琶湖さんでやらせていただいたんですけどそこの,あのシェフの方とかともね本当に打ち合わせさせていただいてあれやこれやいろいろ悩みながら決めたメニューだったのでこうやってね なんか喜んでくださるっていうのがすっごく嬉しいですはい、これからも、えー、皆さんに喜んでいただけるようなイベントね企画していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますえー、そして続いて札幌のたえちゃんからいただきましたありがとうございますえまさとくん札幌キャンペーン大変お疲れ様でした先月のキャンペーンそして、えー、ライラックの会とっても楽しかったですえまさとくんを待っている時間は長いですが楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいますね 11月の札幌での初ライブ次の日の小樽ツアー。えー どちらも一度札幌で開催されたらと思ってましたので念願かなってとっても嬉しいですということでいただきました、えー、そうなんですよこのラジオが放送されている時はあの札幌ライブはもう終わってですね僕も余韻に浸ってる頃だと思うんですけども、えー、この収録日がねまだ札幌ライブの前ということであの太、ー、えちゃんもこの時点ではワクワクドキドキしながら待ってくださってると思いますはいあのー、ねまたあの札幌ライブの模様は次回のストアでもたっぷりご紹介したい と思いますのでねよろしくお願いいたしますはいそれではですねちょっとお名前だけ残りご紹介させていただきますねえー、まくちゃんさんはるちゃんアポロ3号さんみっちゃんさん アルプスの少女ハイディさん他たくさんのお便りをいただきました、えー、そして今日はあの松田治さん宛てにもあのたくさんメッセージいただいておりますので後ほどまたご紹介させていただきたいと思いますのでね、えー、待っててくださいねはいありがとうございます、えー、ということで続いてのコーナー行きたいと思います マンスリーマサトのコーナー,イエー,イ、えー、このコーナーは毎月の僕の活動についての報告や今後の予定をお知らせしているそんなコーナーでございます。いやもう今日はですね、もう本当に言うことがないぐらいなんですけど、もうとにかくあの11月2日、えー、僕が誕生日だったんですけど、その日にあの先ほども言いましたが。 ふるさとで、えー、バースデーイベントをさせていただきまして本当、えー、たくさんの皆さんに過去最高じゃないですかねあの全国からたくさんねお集まりいただきまして、えー、やっぱ誕生日を、えー、僕の大好きないちごさんの皆さんと過ごせるっていうのが本当に嬉しくて、えー、これ以上ない幸せな一日をね送らせていただきました本当にありがとうございます改めまして皆さんにねお礼を申し上げます、えー、そしてまあ、バースデー以外にもこういろいろな各地またねキャンペーンやイベントで行かせていただいて、えーまあ 特に印象に残ってるのがやっぱ僕のふるさと。 えー、本当にこう前原が、まあ、ふるさとではあるんですけど一番初めにおぎゃーっと生まれた場所、えー、長浜市の西阿財あじかまの里さんでまたステージに立たせていただいて、えー、すごいもう吸い込まれるような綺麗な青空の下歌わせていただきましてね本当にありがとうございます、えーまあ、青空と言いますと、えー、初めてこう高山の方にもねお邪魔しましてまたこちらも外で、えー、イベントで歌わせていただきましてね本当にいろいろ思い出たくさんなんですけど、えー、最後もう一つあのこの葛飾 えー、この場所でやっているですね、えー、葛飾区産業フェアでも初めてステージに立たせていただきましてドキドキワクワクだったんですけど。 たくさんお客様が、ね、来てくださってこう皆さんとこうなんかなんていうか一緒にこうステージを楽しんでるようなこう一体となったね空間だったのでめちゃめちゃ興奮しました、えー、またこんなイベントにも、えー、参加できるように頑張っていきたいと思いますので、えー、ぜひご声援のほどよろししくお願い,いたします、えー、それではねお寒さむさんも横で <laughs> 僕の話しているのをじっと聞いてくださってるんですけど、えー、ここであの沢田将暉の曲もう一曲聴いていただきたいと思います。 新曲のカップリング曲です母ちゃんですお聴きください 沢田雅人でかーちゃんお聞きいただきましたありがとうございますさて皆さん大変長らくお待たせいたしましたえ今日のですね電話ゲストさんと早速つながっておりますのでお呼びしてみたいと思います池雅史さんはいこんにちは池雅史でございますこんにちははいこんにちはこんにちは,あはもしもし聞こえますか もしもしもすいません聞こえました素敵なお声が今僕のヘッドホンがですねはいあのなんかお音量がなかったみたいで池雅史さんの声が遠くにかすかに聞こえておりました今バッチリ聞こえております失礼いたしました遠いとこにいますからねそうですよねえ今日はどちらにいらしてるんですか今日は金沢というところにいますそうなんですねもうじゃあ何百キロも離れておりますねこの東京とは 離れてますすすねねね <laughs> 日本海と太平洋でで、ね、そうです、ね、逆側ということでございますけども本当にあの池正史さん僕もあのデビューの当時からですねあの池正史さん北海道の北見の方に以前はいらっしゃいまして僕も北見の方で大変お世話になったりとんでもないです、えー、つい先日は静岡県の沼津の方で。 イベントご一緒させていただきましてね本当にありがとうございました、はい、大変お世話になりましてとんでもございませんいい勉強させていただきましたいや僕が勉強しております <laughs> <laughs> はいもうあの僕いつも池正さんのこと先生先生って呼ばせていただいてるんですけど先生じゃないですからね <laughs> いやとってもあの素敵な生きな池正さんでございますけど実はですね、はいはい、今日あのスタジオにもう一人いらっしゃいまして、はいえー、東京で「 カラオケ喫茶アラビカさんというあのとても有名なお店を経営されていらっしゃいます、はいえー、アラビカのオーナーのですね。松田ダおさむさんがいらっしゃいまして。はい、はい、ちょっとおさむさんに一言池正さんにお話ししていただきたいと思います。あ、初めまして。松田修と申します。よろしくお願いいたします。はい こちらこそよろしくお願いいたします。はい、池正史と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、あの、はい、葛飾 FM さんでも番組をやらさせていただいておりますので、こちらの方にもぜひ、機会がありましたらお越しください。はいそうですね、ぜひお伺いしたいですね。はい。なんかつながるっていいですね。そうですね。電話はしてるんですけども。ああ、そうですか。 はい。行ったり暇がなくて申し訳ないんです。なるほど。大変お忙しいと思いますが、ぜひ東京でまた三人でお会いしたいですね。そうですね。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お願いいたします。はい。それではですね、池正義さんからあの今。 新曲が発売されたということで、はいえー、曲のまず紹介をしていただいて、その後曲振りをお願いしたいと思いますので、ありがとうございます,います、えー。石川県は金沢のご当地ソングということで、今回ですね、うんえー、発売させていただきまして、今、全国真っ最、キャンペーンの真っ最中でございます。はいえー、池正氏新しいい曲でございます金沢通り雨 という曲を聞いてください。リスナーの皆様。はい、はいありがとうございます。生嶋さん、はい、ありがとうございました。はい、どうもです。はい。 皆さん改めまして菓の沢田雅人ですそれではですね、えー、スタジオゲスト先ほどもお入りいただいておりますが改めてご紹介させていただきます本日のスタジオゲストは松田治さんですようこそはい。よろしくお願いいたしますペアルックの松田治でございます <laughs> よろしくお願いいたしますそうなんですよあの実はこの上のシャツだけじゃなく、はい、あのパンツ要はズボンも、はい 黒で一緒ですしそうです下の靴も黒で一緒であと僕はハットかぶってんですけどこれで黒のハットかぶったらまんまる全くやば合せも何もないですけどねやばいことになっているという状況でございますけども樋なんか本当に今日は不思議な気持ちでいるんですが改めてですね改めて松田治さんはい。僕ちょっとプロフィールをご紹介させていただいてよろしいでしょうかはい、よろしいですはい、それではご紹介させていただきます松田さんは東京都の浅草に お生ままれにになり千葉県阿子市のご出身でで現在は葛飾区にお住まいです、えー、新小岩で皆さんよくご存知のカラオケ喫茶アラビカを経営されていて年4回の歌の祭りをはじめ、えー、歌手のキャンペーンとさまざまなイベントを行っていますさらに毎年開催されるアラビカ祭りには僕も何回か出演させていただいております、えー、平成9年10月に放送が始まりました葛飾 f m 歌謡大行進のパーソナリティとしても あまりに有名でございますえまた松田さんは、えー、過去にも葛飾愛媛でたくさんの番組を担当されていました平成11年には昼時商店街 平成12年にはラジオ花屋敷平成13年には淳安藤サムの2人のモーニングショー、えー、同じ年に優先放送キャンシステムホットセレクトミュージックで司会も担当されていらっしゃいます、えー、そして平成16年9月にはなんと、えー、キングレコードよりときめき銀座、ね、CD も発売されて、えー、歌詞の仲間入りもされています、えー、そしてそして僕も数多く出演させていただいております 大人気番組「松田おさむの火曜大行進」が先日めでたく放送旋回を、えー、迎えました。改めててお願いいいいまますします大変僕もです、ね、お世話になってる一人の松田さ,さんでございますが、はい、え今日は普段、ね、いろいろ お話もさせていただいてるんですけど、はい、あえて僕が今日ホスト側ということで。逆ですからね、<laughs> いろいろ突っ込みも入れながらい、いつもあの同じ、えー、逆にね。聞いてるんですけど、ね、聞かれるって不思議なものですよね。<laughs> 本当ですねはい。小沢さんのハ。今、あの、すごく丁寧なご紹介をしていただいて。<laughs> はい、自分いつもあの不思議、不思議というか、こう。はい なんなんだろうと思うことが一つあるんですけども小学校の1年から3年生の1学期までが世田谷というところに住みました、はい、で小学校3年生の2学期から21歳ぐらいまで千葉県のびこ子というところにいました、はい、でまあ,あの高校のぐらいの時から金町と両方お家があって金町高校2年から金町現在まで金町にも住んでるんですけど葛飾区ですね出身地ってどこって生まれたところは浅草なんですけど、はい、出身地ってどこって言われると 自分の基本的にはまあ千葉県がすごく長かったりして、はい、まあ今も葛飾ももちろん長いんですけど、ええ、でまあ子どもの頃は世田谷区にいたんですけどいつもは大体世田谷みたいに言うんですけどもしくはち千葉とかって言うんですけど、はい、どう思いますあどうですかねあちなみに僕もあの同じような感じなんですよおさ、はい、さんと。で僕は幼稚園ぐらいまでは、はい、あの長浜市。 長浜市滋賀県長浜市の今合併して長浜市になっちゃったんですけどその頃は西麻井伊賀郡西麻井町っていうとこだったんですけどそこで僕は生まれまして幼稚園から滋賀県の米原市の方に引っ越してそっちは結構長く12二十歳ぐらい近くまで住んでてそれから東京に来てるんですけど僕の場合はもう。

多分千葉県千葉出身です。あ少し出と多分皆さん喜んでくださいしで世田谷の近く行った時は世田谷出身です。もしくは浅草出身です浅草出身浅草生まれですもうなでも何でもありにしましょうかね。でもやっぱりこう生まれたところは一つしか生まれたところ一ですからね。病院の中で生まれたわけなんですけど全然覚えてないんですけどでもあの逆に出身って育ったところ全部出身といえば出身なのでそうですよね出身なんかそんなにねこだわらず まず、ここって言わなくてもいいと思う。そですかね。出身地二つでもいい。です二つにしましょう。そうしましょう。はい、わかりました。話がまとまってしまいました。そうですね。はい。でですね。さっき、あの、増田さんのプロフィールをご紹介させていただいた中で。c い。の方も。あの、リリースされていらっしゃいます。そうなんですよね。あの、僕も、あの、サムさんのお店の。 アラビカさんでいつもお邪魔してる時にそのポスターを何か拝見したことがあってすねすごい気になったんですよあそうですかでちょっと今日その CD もお持ちいただいてこれちょっと懐かしいの感じのなんていうんですかねこういう CD 細長い何タイプってたうんですか でしたっけなんでしたっけ八ミリではないねそんなちっちゃくないよね。CD 自体はこう八センチ八センチ八センチミリだここんなもんですかねどんだけみたいな超未来に八ミリぐらいなってるかもしれないはいでもこのお持ちいただいた CD を僕ちゃんと 聞かせていただいたことなくて、実は今から流しちゃいたいと思うんですけど、いいですか？ありがとうございます。よくあの海洋大行進でも何回か流させていただいたような気がするんですが、皆さんねこうお話ししてしますからね。では改めてこちらの曲紹介を。あ、ありがとうございます。あまり聞かなくても結構ですから。めっちゃ聞きます。そうです耳の穴ほじくって聞きます。わかりました。それでは私松田洋さんそして月岡妙さんの歌でときめき銀座お聴きください。 増田治さん月岡美男さんのときめき銀座お聞きいただきましたなんかめっちゃ歌いやすそうないいメロディーですねそう,そうですね改めて聞くと いい曲カラオケの定番ソングみたいな感じに聞こえたんですけどでもちょっとキーが多分これ女性のキーに合わせてるのでおさむさん結構声高いんですけど当日収録の当日に半音声でも上げていただいてそうなんですそうですねディエットの場合それがありますよねそうですねユニゾンで一緒に歌わせていただいたんですけどそうですねはいでですね先ほどもちょっと言ってたんですけどおさむさん宛にメッセージがねすごいメすセーね めっちゃいただいて。めちゃいただいてますね。ちょっと小も読み切れなくて残念なんですけど、じゃいくつかご紹説明します。はい、お願いいたします。まずですね、まくちゃんからいただきました。おさむさん、こんばんは。ようこそ、ストアへ。本当ですね。本当に来ちゃいました。とっくにストアに来ていただいていると思ってましたが、もしかして初めてですか。初めてです。はい、歌謡大行進ではいつも楽しませていただいてますよ。特にあれをかっ笑い。なんだろう。なんでしょうね。もしかして。もしかして。もしかして。これからも。 よろしくお願いします。え、そして、番組千回放送、おめでとうございます。ありがとうございます。二千回目出して、まだまだ頑張ってくださいね。はい。アラビカさんから始まったと言える、えー、マクちゃんの追っかけ人生。はい。えー、これからもいっぱいご縁をいただきます。そして。 いやすみませんそれではポケモンゴーで盛り上がってくださいありがとうございます <laughs> ポケモンゴーの話したらもう終わんなくなっちゃうからねもう大先生ですからねはいはいであのすごい長いファックスいただいて、はい、どなたでしょうスミちゃんからいただきましたはいはい、はいえー、今夜のゲスト 増田修さんということで、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。えー、いつも歌謡大行進お世話になっております。はい、修さんもようこそスターへ。来ちゃいましたとと、えー。今夜はお二人のトークがとっても楽しみです。はい、まさか早口言葉はないでしょうね。どうだろう。修 <laughs> さんの温かいお人柄、<laughs> 優しいお心遣いにいつも感謝いたします。え、正人君も修さんからいっぱい学ばせていただいていることがあると思いますので、どうぞこれからもずっと。 まさとくん応援してあげてください。お願いいたしますということで。なんかお母さんからいただいたい <laughs>。<laughs> 本当ですね。<laughs> いや、はい、嬉しい。ありがとうございます。本当僕いっぱい勉強させていただいてます。はい、これからも。 よろしくお願いしますペアルクもいついただいております藤沢の酒井さんからいただきました増田治虫様今日は沢田正人くんのストロベリーアワはようこそ次の言葉を差し上げます読んでくださいってこれもしかしたら早口言葉的かもしれないんですけどおさむさんに読んでくださいって二つ文章をいただいているのでこれじゃあ三回ずつ読んでいただいてもいいですか これ上はじゃまさと君読んだらどう。僕、まさと君がやっぱりこのね、これ何、意味わかんない。親やや、親に、お、親。え、お謝り、え、親やや親に、おまり、親やや親に、おまり。え、親やや親におまりえ親やや親にこれ読めない。これゆっくり、意味がわかんないですけど、親やや親に。お余りだ。お謝り。おやや、親に。

ンンンン出ないないで僕の番組ではやらないつもりだったんですけどねやっぱりなんか二人揃うとねやっちゃいたくないですけどさんまさんもぜひちょっとお手本をいや自分もちょっと肩肩がかったからん かたかったから「ふわん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 」じゃあ「かたかたたたたきき」ちょっとダメでしたね多分おさむさん優しいからねわざとこれね間違えてくださってねいやいやいやありがとうございますありがとうございます一回おさむさんに早口言葉言わしてみたかったですよねちょうど酒井さんが送ってくださったのでありがとうございますありがとうございますこれからもおさむさん宛てに早口言葉お待ちしておりますありがとうございますということでねほんとメッセージもたくさんいただきましてありがとうございますであの「火曜大更新で僕もいつも出させて いいただいて早口言葉、はい、今いつもね、はい、修行でやらせていただいてるんですがはい、はい、もう一個僕すごいやってみたいことがあっていつも「火曜大行進」のオープニングの時に、はい、あの徳永英明さんの曲のバックに「はい、あのお元気ですか?」っていうやつやってオープニング、はい、あれちょっと僕お願いしますあれもともとは阿部静江さんの「水色の手紙」という曲で。 お元気ですか「そして今でも愛していると言ってくださいますか?」っていうセリフをちょっとパクってしまったんですけど昔は海洋大講師午前中の6時だったんですですから「おはようございます」「お元気ですか?」って次でやってたんですえじゃあちょっとまさとくんやってみてくださいじゃあ最後のところ「おサムの」みたいな感じでいつもみたいにわかりましたはいいいですよ行きます行きます元気ですかそしす今日もすいきまも聞いてくださいますか 毎月第3木曜日の午後9時は「マサ人と修のストロベリーアワー」イれーイ <laughs>

と山ほどどあるんですけそんな中でもいつもアラビカさんを経営されてるじゃないですかでその中でんかいつも先生って先生結構言われてるじゃないですかたまに言われますけどね僕も先生なんですけど今こう歌謡教室をされてると思うんですが生徒さんっていうのは何人ぐらいいらしてで何年ぐらい前からこういう お仕事えっとですね一番最初はそのアラビカの前に金町で時計台というお店をやってたんですけどもその時に多分まあもちろん平成になってからですけど、えー、一番こう記憶にあるのが「紫雨情という藤あや子さんの歌って「はいはい、紫の雨雨に」という自分歌詞からどうしても説明するんですけど「ね、紫の雨ってどういう雨だろう?」と思ったでしたんですけど、えーえー、もうですからやり始めてはもうちょうど。 二十七八年三十年近くなるんじゃないですかね。でもね、でも当時三十年若三十歳若かったわけですから。まだじゃあ,あれですね。十代十代そうもう十代ぐらいの感じでそんな感じですから。よく皆さんね当時からでもあのそういう風うにあの生徒さんって言っちゃ失礼ですけどこの練習に来てくれる方は、うん、自分の。 お父さんお母さんみたいな方が多かったですねなんで今の聞いたかというといつもアラビカさんに行かせていただくじゃないですかでアラビカさんに行くと必ず来てくださるお客さんがいて僕も顔と名前を本当におかげさまで覚えさせていただいてすごいんかこうファミリー的なまとまりがあるというか感じるんで多分これってすごいことだなと思っておさむさんがきっとこの作り上げてきた このファミリーなんだなっていうのをすごく感じててそうですね、はい、あのラジオの方もそうなんですけどもともとはあの自分「徹子の部屋」「徹子さんの部屋」「徹、はい、子の部屋」が好きでもう高校生ぐらいの時から見てたんですよ、えーはい、で勝手に「オサムの部屋」っていうのをいつも頭の中で放送してて「いいですね、今日の、えー、お客様は、えー、英語の先生の井上先生です」とかってこう自分の中でこう「オサムの部屋」をイメージしながら、はい、先生がゲストで来たりとかそんな感じのことをやってた高校生だったので、えー、それがですから今の夢が叶ってうん、うん、あの 歌謡大行進まあおさむの部屋みたいなもんなんですけどね。なるほど。そういう会でいろんなお客様をねあれしたりとか。それでまあそんな流れで今今おっしゃいました歌謡大行進に始められて。はい、そうです、ね。でつい先日、はい、あの、まあ、ちょうどその記念の会に僕も収録で出させて、ねね、いただいて。そうなんね。戦いしていただいて。本当にありがたいことなんですけど。戦、はいってすごいですよね。戦い。20年ですからね。約20年。1>, 1年52週としても。 なんか僕の中では想像つかない数字で20年間やられてて1000回を迎えられて,てしかも、おさんさんの場合僕も月1なんですけど毎週でやられてるんでで、ねまああので前にもお話をさせていただいたんですけどやっぱり火曜日に生放送をやらなきゃいけないっていうのが頭にあるのか例えばちょっとすあの風邪っぽいなって思ってもよし、火曜日までには直さなきゃななるるほほどどそういう視点にしてるんですね。 はいでも風邪引いたことあるんですかもちろんありますいつもめっちゃ元気な感じありますありますもうあの血色がいいですよね血色がもう赤今日もなんかめちゃめちゃ血色いいですねよくリンゴほっぺみたいみたいな顔でほっぺたではいはいそでまあそんな中で先ほどあの藤井彩子さんの曲とかもおっしゃいましたがいろいろこう思い入れのある曲があると思うんですがありますね今回なんかその中でもあのアリスさんの曲をちょっとここで ラジオで流させていただけるということなんですが、これはどういう自分昔ですね、まあ高校から大学くらいの時にクリスというバンドを組んでたことがある。クリス、あー、めっちゃなんかパクリ、無名パクリ、アリスさんのバンドなんじゃなくて、でアリスさんの曲ばっかりやってて、で自分ね普段あの歌歌うとこが少なかったのでどこで練習してたと思います。えー。 家だと迷惑になりますもんね。家のね、お風呂。あ、お風呂。お風呂で一軒家です。うち一軒家だったんですけど、隣がね、結構アパートというかマンションがあったんですよ。自分勝手に歌ってたらよくうちのお風呂なんかがいやお宅の息子さんはよくお風呂の中で歌ってますねよく言われましたね。響きますからね。響きます。もうそこがね、練習場場練習場ですね。それがあの美声が生まれたんですね。お風呂で鍛えた美声。でもあのいろんなゲストの方が来られてあの。 自分堀内隆夫さんと2回ぐらいこうキャンペーンというかでお会いしたことがあるんですけど好きな方だとね話せなくなるのねやっぱり固まっちゃうんですよ。ですよね。一緒に友達が行ったんですけどその人もう言えなくなって「早く行って行って」みたいに言ったりしたそういう記憶がありますは。いはいではそんな思い出もねと思い出しながらえここで曲紹介をお願いしたいと思います。わかりましたアリスの皆ささんで,遠くで汽笛を聞聞ききながらお聞きくださいどうぞ アリスで遠くで汽笛を聞きながら、お聞きいただきました。何回聞いてもいい歌ですね。いい歌ですね。まあ、この曲、もちろん知ってる曲だったんですけど。はい、あの、元もとあの、堀内孝雄さんがソロの曲だと、てっきり勘違いしてました、僕。なるほど。まあ、もとはアリスさんがね。うーん、三人で、まあ、三人というか、メインは堀内さんが歌うんですけど、ねはい。はい。はい、なるほど。はい、はい。また一つ。 先輩に勉強させてください,やいや。まぜひよかったら覚えておいてください。<生>おさむ先生よろしくお願、はいします。ありがとうございます。<laughs> もう自分はポケモンだと師匠と呼んでますから。本当に師匠後で交換しましょう、ね。ありがとうございます。交換しましょう。う昨日もおさむさんからラインいただいて、<laughs> はい、明日ラジオお邪魔しますって言って、はい、で最初はラジのないんですけど、その三行ぐらいラジオの内容を書いてて、で下の 七行ぐらいのポケモンの内容ポケモン七、ね、割ポケモンという、<laughs> うね、ポケモン七割 <laughs>、はい、なんかポケモン友達、ポケモンありがたくいただい,いておりますけど、はい、えー、さてあのおさむさんいろいろ。 告知があるとといいうこでよろししすくお願ま年内はですね12月の21日がアラビカ忘年会というクリスマス会といいますかねやりますのでぜひよかったらぜひお越しくださいそしてもう来年の話鬼が笑ってしまうかもしれませんが1月の31日の金曜日火曜宅配便をまたねやらさせていただいて司会は澤田真人さん、佐々木松太さんそしてさくらさんそして今回はですね野中沙織さん清水麻里子さんのね2人そろって元気そうですね。 濃すぎる濃すぎる感じでございますんでねめちゃめちゃすごいことになりそうですねお二人には大陽性になっててお世話になってますやばいちょっと覚悟していきます覚悟して皆さんまたたくさん集まっていただきたいそうですね是非ともまたね皆さんお越しくださいということでそして4月そうですね4月の11日来年が20回目になりますねアラビカ祭りということで文化センターいもの そうですねもう本当に海洋大行進も20年、うんはい、アラビカ祭りも20年すごいです、ねまあ、お祭りのは途中4年間ちょっとお休みがあったんですけども、うんはい、でもこう2020 20ということでねいやー、はい、歴史がありますよね<い>もう嬉しいことに僕もデビューからずっとそうですね立たせていただいてう、ね、もうデビューして何年になります ?7 年経って今8年目になったんでちなみに4月僕も空いてますあ もちろん,あちっんないやいやもう本当にもういつもありがたくねして、はい、に立たせていただいてるんですけど、はい、あのこれからもね本当にアラビカさん、はい、あのそしてアラビカ祭りのイベントもそうですがずっと、はい。はい あのどん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 こう何周年何周年と、ね、積み重ねていってくださると僕らも本当嬉しくてお店でも「アラビカなになにり」というのをやってるんですけどそ,す、ね、それでその中のゲストの中で澤田さんがもう雅人さんがね1位になりましたね<え>今までね北,北川大輔さんが結構5回ぐらい5回ってええ僕最多なんですかもう最多になりましたねえ最多になりましたね絶対お店やめないでくださいね <laughs> もう曲がうう曲が出たら必ず来ていただいてますからうれしい だけ、お祭りに来ていただいてるい。って本当に。はい。 感謝感謝でありがとうございます。中向けて寝れません。背中向けて寝ます。はいはいということであのいろいろイベント皆さんもねお出かけいただきたいと思います。ありがとうございます。お願いいたします。ああ、今日もと呼んでいただいたあります。いや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 もう本当にあのおさむさんにいつか来ていただきたいなんてずっと思っててそうですか。それであの今回千回の記念もあった海洋大講師の千回の記念もあったのでなんかすごくいいタイミングで今回こうやって。 来てくださったよね。じゃ次は2000回にならないと呼ばれないってことですね。はい。あと20年。20年。なんか僕の僕が続けてないから。そんなことです。ストアが終わってるかもしれないそんなことないです。はい。はい頑張りましょうね。よろしくお願いいたします。で火曜大行進の方もね。はい。ぜひ皆さんに聞いていただいて。毎週火曜日午後6時から生放送。これ一番大事ですよね。生放送。もうこの勝鹿 FM3 の番組ですから。 そうですねさっき局長さんともお会いしてね「あの火曜大工誌一番長い番組になったね」って言っていただきましたけどもしかしてこの飾 FM で最んていうの一番ロングなそうですね長い番組なんでしょうねきっと長寿長寿番組20年っていうとえちょっともう一回おめでとうございますねこれありがとうございますすごいことですよね今の ディレクターさんもうんうんって大きくもうマサトグんぐらいの年の時から始めさせていただいてもう20年経ちますからね。僕もちょっとそれに見習ってストアの方もどんどん発展できるように頑張っていきたいと思います。もうでも4年ぐらいになりますか。なりますね。5年5年5年目じゃあ15年なんかもあっという間ですよ。ただ僕の場合月一なんで10回は無理かもしれないですけど。1年に12回ですよね。頑張りたいと思います。じゃあ100回行きね。はい。ということで。 あっという間のお時間で最後のエンディングの曲かけなきゃいけない時間になってしまいましたがまたぜひあのストアにもねおさむさんこれからもまたぜひとあればぜひ遊びに来てください呼いぜひ代行しの方もまたよろしくもちろんでございます月一でできるてくださいありがとうございますそれでは最後ですねサラダマサトの別れの街を聞きいただきながらお別れになります皆さんまた来月お耳にかかりましょうストアはぜひ聞いてください今日のゲストおさむさんでした松田おざむさんですどうもありがとうございましたさようなら。 ありがとうございますバイバーイ。